日本東京都千代田区神田駿河台神田駿河台は東京都千代田区の町名。住居表示は未実市。現行行政地名は神田駿河台一1丁目から神田駿河台四4丁目。郵便番号は101-0062。千代田区、神田地域の北に位置し、文京区との区境にあたる。寸大との略称も存在する。徳川家康の死後。 江戸幕府が駿府の役人を住まわせたことが地名の由来。元は本郷大地と連続していたが、江戸幕府二大将軍、徳川秀忠の命を受けた仙台藩祖、伊達政宗が1620年に仙台堀の改作によって分離した。また、削って下町を埋めたために、今では大地ではないところもある。関東大震災の復興区画整理事業の第一号地と、 なった。戦前の旧勘学時代は、明治の元君である、西恩寺金ちが指定を構えるなど、山抜けの住宅街として知られていたが、1970年代に、入ると民家が主として、オフィスビル、店舗などにとって変わられ、現在では、住宅の存在が、稀になった。1960年代には、お茶の水駅から本郷通り沿い周辺を中心として、 学生相手の店が多くなり始めたこともあって、日本のカルチェラタンと呼ばれた。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。山の上ホテル古今書院。 ありがとうございます。